今5時20分、まだね薄暗くてあんまよく前が見えないですが、このカメラはすごく見えますね。これから行ってきたいと思います。皆さんおはようございます。シカキーです。待ち伏せして今7時15分もうちょっと2時間ぐらい経つ、1時間半ぐらいかな。序盤にね、メスの群れ、十何頭ぐらいの群れが渡ってて、よく見た3段見たのね。距離がね、300m。で、打ちましたけどね、外れましたね。着水してました。それから出てないですね。どうしようかな。もしかしたら、ちょっと小さい山回って帰るかもしれませんが、ちょっと荷物が多すぎてね、重たくて、微妙ですが、ちょっとまあもう少し待ってみたいと思います。これね、あのデカジカかな、もう済むかもしれないですね。今日はこのままね帰ろうかなと思いますね。ちょっとね、荷物が重すぎて、山入るんだったらちょっとね軽量化しないと。一応帰り今気をつけて見ていきますけど、ちょっと重すぎたな荷物が。もう1回目だからねあれだけど、一旦、待ち伏せだけだったらねいいんですけどね、さすがにちょっとね、望遠レンズとか持ってはちょっときつすぎなんだよね。まあ最初からすげえ重たい肉持ってる感じで歩いてるんで、こっから鹿取れるとすごいことないと。ていうかあの鹿外しちゃったのかな、残念。水に埋まってたから水の中から狙わなきゃダメだったんだよ。失敗した。ちょっとね手ぶれ補正も兼ねて歩いて撮ってみます。手ぶれがどんくらい効くのか。残念でした。まあ1回目ということで、久しぶりにねなんか荷物がとりあえずね私の欲しい使いたいもの全部詰め込んで行ったんですが、重すぎてちょっとねダメだなと思って、こっからね、まあ、できるだけね軽量化してって、やっとこうかなと思います。ちょっとねミラーレスというね、私普通のね YouTube で投稿されてる人よりもちょっと重たいんで、カメラがねレンズも、だからそこら辺考えて、ある山ちょっと登るとか考えていれば、ちょっとね鹿レンズは置いてって行くしかないかなと思いますね。本当はね待ち伏せで撮って撮る
定だったんですよね。ヘナチョコショットで当たりませんでしたね。なんかね、メス鹿が1回目のやつはもうちょっと距離がね、遠くて2、300メートルだったんで、当たったらいいなっていう感じでね、撃ったんですけど、まあ、鹿もね、オス鹿なんですが、結構でかい三段角で、あの後ろ向きだったんで、なんかもうすでにハーレム状態でしたね。メスバーっていっぱいいて、1頭だけ3段いたんで、まあ、それはね、まあ、距離だな、あれだなと思ったんですが、1回目の射撃はね、めちゃくちゃ近かったんですが、川を渡りきる、ね、寸前で、あの背中がちょっと出てるぐらいのすごい深いねとこ歩いてる瞬間を撃ったんですが、なんだろう私の無意識のね、あの出てる背中の出てる部分を狙っちゃったんですよね。ってことは多分近かったんでね、上にずれたんですよね。もうちょっとね、胸の水の中を想像して胸の中水面に撃たなきゃいけなかったのに、あの瞬時にね、そう打っちゃいましたね。出てる部分に背中がちょっと出てたんで、そこを狙っちゃったんですよね。まあそれですね、まあ、最近ちょっとね、できるだけ早く、まあ結構前から意識はしてるんですよね、早く打つっていうのは。まあでもただそれが意識しすぎてもまあでもね、それできないとね、動いてるからしか、あのいちいちゆっくり悩んでたらね、打てる瞬間がなくなっちゃうんですよね。だんだんそういうように慣れていかないといけないんですが、今回は一番最初のね、今シーズン初めの漁なんで、とりあえずはまずね、あの行くってことが大事かなと思います。行って打って、でああだこうだってね、自分のちょっと足りないものとか次回の反省点を踏まえて、あと持っていくものとかですよね。ワンシーズン終わった後ね、数ヶ月空くと忘れちゃうんでね、いろいろ、とりあえずまず詰め込んでって、あとは次の漁でね、いらないものをそぎ落としてって、あの軽くして臨みたいなと思います。今回ね、このクイックスローモーションというのをね、撮ってみたくて、これ、毎回私帰ってきたらやることなんですよね。まず帰ってきて、そこはあのゲーターとあの靴洗って乾かしてます。今回はそんな汚れてないんでね、紐は取んないで、いつも紐取ってるんですけど、今回はね、そのままちょっと泥汚れ汚しとして終わりたい、掃除したいと思います。